今ですね、当店ではですね、新型コロナウイルス感染予防対策ということで、感染だけは徹底しようということでですね、保健所さんとか厚生労働省管轄のお仕事ですから、そちらの情報をもとにですね、手指消毒と検温をお客様にもご協力をいただいております。スタッフと通常の衛生消毒ですね、店舗内の衛生消毒はもちろんなんですけれども、少しばかりですね、お客様にもご迷惑をおかけいたしますけれどもですね、ぜひご協力のほどよろしくお願い申し上げます。以上、まかりチャンネルでした。